ちは三重県桑名市小貝洲の国道23号名四国道上の名古屋方面なのだ。三重県道7号水郷公園線は昭和41年11月11日に指定され、平成6年4月1日に指定を改正し、平成6年4月1日に供用が開始された。三重県桑名市長島町浦安の市道との交差点を起点とし、三重県桑名市長島町小島の県道117号多度長島線と県道168号竜田長島インター線、東名阪自動車道の長島インターチェンジとの長島インターチェンジ交差点で終点となる。総延長距離が 10.305km ある主要地方道なのだ。走行難易度はレベル0の優しい路線で、長島町を縦断する県道で伊勢湾岸自動車道の湾岸長島インターチェンジと東名阪自動車道の長島インターチェンジとの高速道路を結び、菜花の里や長島スパーランドなどの観光施設が途中にあるレジャー観光シーズンは大変混み合う片側1車線右の東名阪自動車道の長島インターチェンジ、県道117号多度長島線と県道168号竜田長島インター線との長島インターチェンジ交差点で県道7号は終着終点なのだ。長旅お疲れ様なのだ。